旧世の法、信仰と未来社会、大川隆法。第一章、宗教のすすめ。23ページ。新聞広告等を出せるのは、幸福の科学への信用があるから。そうした中にあっても、心ある人々は、宗教という枠を取り除いて、この世での活動のみを見たとしても、幸福の科学の活動は、真面目で熱心なものである、ということや、その教えは、世の中を迷わすようなものではなく、人々を啓蒙し、勇気づけ、未来を開こうとしている、真面目なものである、ということを理解してくれています。例えば、マスコミは一般的に宗教に対しては無関心なのですが、新聞などは幸福の科学の広告を大きく載せてくれています。東海はそういうことのできる数少ない宗教の一つです。また、地下鉄などの駅で幸福の科学のポスターを見ることもあるでしょうし、電車に乗った時には中吊り広告で本の宣伝等を見ることも数多くあるだろうと思います。2009年の3月下旬、私はオーストラリアのシドニーで説法を行いましたが、シドニー市内でも主なバス停や電車の改札口などに、私の著書で当時の最新刊だった勇気の法英語訳版の広告ポスターが出ていました。Who is 隆法大川と書いてあるポスターがシドニーの駅やバス停に出ていたのです。幸福の科学は国内のみならず海外でも信用があるので、そうなっていたわけです。天国と地獄を分けるものとは、宗教の進めにおいて人間は霊的存在であり、それが肉体に宿って人生を送っているということは絶対に外してはいけない点です。まずこれを知ってほしいのです。2点目は、人生を生きるにあたっては善悪なるものがあるということです。やはり善なる生き方と悪なる生き方はあるのです。その善悪はこの世においてはもちろん法律等で判断されることでもあります。そして法律が決めている善悪には、天上界の高級書類や神仏の考えがある程度反映されている部分があることは事実です。しかし天上界から見た善悪においては、この世の法律で決めた善悪を超えて、人間として本当に神仏の心を心として生きたかどうかということが問われるのです。この世の人生が終わり、肉体がなくなった後も、人間には魂が存在し、行くべきところがあります。それは大きく分けて、天上界と地獄界という2つの世界です。人間にはいろいろな生き方があり、良いことばかりをした人もいなければ、悪いことばかりをした人もいませんが、数十年の人生の総決算として、最後に善の方が大きかったか、悪の方が大きかったか、ということを計りにかけられる時が来ます。地上を去って、あの世に行ってから後に、自分の一生をスクリーンに映して見せられ、その判定を
されることになります。それが皆さんの未来に来るべきものなのです。人々が地獄に落ちないように宗教はさまざまな活動をしている。しかし善悪が判定された結果、天国に行けるならまだしも、もし昔話で聞いたような地獄というところで苦しむことになった場合、そのことを早めに教えておいてくれなければ、フェア、かっこ、公平でないではないか。知っていれば、自分はそんな生き方をしなかったのに、知らずに生きて、死後、地獄で何十年も何百年も苦しめられるのでは、神様はフェアでないという意見が当然あるだろうと思います。そこでフェアでないと言わせないために、地上において仏法真理を連綿と説き続けているのです。現在、地上に生きている人たちは、あと何年か何十年かしたら、皆この世を去ります。死んだ後、見事に天国、天上界に行った人は良いのですが、地獄界に行った人の中には、私は何も悪いことをしていないのに、地獄へ来たのはおかしい、と言い張る人が数多くいます。その何も悪いことをしていないというのは、この世的に見て犯罪を犯したわけではない、というレベルのことでしょう。地獄に落ちてから、私は犯罪を犯したわけではない。犯罪にあたるようなことをしたとしても、大した犯罪ではないし、良いこともたくさんしたのに、私がこのように扱われるのはおかしい、という人は数多くいるのです。ただ、そういう人に対して言うべきことは、現代であれば次のようになります。あなた方が生きていた時に幸福の科学という宗教があったはずです。数多くの本が出ていたでしょう。映画も上映されていたでしょう。街頭で一生懸命に真理を伝えようとしている若い学生たちがいたでしょう。それを嘲笑ったのは誰でしょうか。宗教なんて全部インチキだと決めつけたのは一体誰でしょうか。聞く耳を持たなかったのは誰でしょうか。それは自分自身の責任ではないのでしょうか。全く何らのきっかけもなく導きもなかったのであれば、あなたの言う通りフェアではないかもしれませんが、本当は数多くのチャンスがあったのです。幸福の科学の布教師もどこかで見たことがあるでしょう。手渡されたりポスティングされたりしたものを見たことはあるでしょう。書店に行った時に幸福の科学の本が並んでいるのを見たこともあるでしょう。幸福の科学の映画の宣伝を見たこともあるでしょう。新聞の広告を見たこともあるでしょう。あるいは幸福の科学のメンバーたちから集いに招待されたこともあるでしょう。いざなわれて講演会などに参加したこともあるでしょう。そのようにいろいろなきっかけがあったはずです。しかしその時にその意味を見抜くことができず、悟ることができず、何も感じることができずに、それを否定し、あるいはバカにし、無視したのではありませんか。他の人が親切に勧めてくれたことを、少なくとも聞かなかったか、否定したか、嘲笑ったか、何かしてきたでしょう。本当に心からあなたの幸福を願い、勇気を持って、善意を持って、慈悲の心で、
あなたを導こうとしていた人たちを傷つけもし、否定もし、苦しめもしたでしょう。彼らは天使や天使の卵たちだったのです。そういう人たちが一生懸命に努力している姿を見て、何も感じなかったならば、あるいはマイナスに感じ、否定的に感じたのならば、そのように感じたあなた自身の人生観に、光とは正反対のもの、光を弾くものがあったわけです。あなた自身の内か、あなたの周りに光を弾くもの、光と反対のもの、すなわち闇が忍び寄っていたはずです。その闇を引き寄せたのは、他ならぬあなた自身であるのです。こういうことを教えてあげなければいけないのです。確かに現代には言論、出版の自由があり、さまざまな情報が発信されています。いろいろな本も出ていますし、いろいろな映画も作られています。天国的なものも、地獄的なものも、数多く出ています。その中で、何に惹かれて、何に惹かれないか、ということは、各人の好みによります。しかし、自分が何を選び、何を選ばなかったか、という、その選択の結果についての最終結論は、必ず出ることになっています。それを忘れないでいただきたいのです。3. 現代において新たな救世運動が始まっている。宗教の勧めとしての伝道の要点。宗教の勧めとして1点目に、人間は霊的存在であり、霊体が肉体に宿って人生を送っている。この基本的な真理は外せないということを述べました。2点目に、人生をどのように生きるかは自由だが、善悪というものはある。この世の法律を超え、霊天上界の最上段階から神仏によって降ろされた、正しいか正しくないかという善悪の判断基準があり、死後それに基づく判定が必ずなされる。そしてその善悪を知るきっかけは、生きている時にすでに与えられているのだということを述べました。この点から考えるならば、宗教の勧めとしての伝道の要点は明らかです。丸一、霊的人生観を教える。一番目は、人々に魂が肉体に宿り、この世で生きているという霊的人生観を教えることです。これはすなわち、真理を伝える、正しい人生観を伝えるということです。正しい人生観を広めることは、人間としての基本的な義務の一つだと思います。丸二、正しい生き方とは何かを教える。二番目は、どういう生き方が正しくて、どういう生き方が間違っているのか、ということを仏法真理を通じて人々に伝えるということです。これを伝道の目的の二番目として、言っておきたいと思います。丸三、宗教を善なるものとして打ち立てる。そしてこれが最も大事なことかもしれませんが、三番目に伝えたいことは、幸福の科学は非常に大きな使命を持っているということです。それは筆舌に尽くしがたく、いわく言い難いほど大きな使命です。宗教が
この世に様々な紛争や混乱を生んでいると言われる時代において、幸福の科学は宗教を善なるものとして打ち立て、推し進めるということを目的としています。宗教は善なるものであるという宗教本来の姿が、日本国中や全世界の人々に理解され、納得されることを求めています。そしてその宗教のもとにある、いつなるもの、根源なるものは、一体何であるかということを今教えているのです。今はブッダ最短の時代であり、エルカンターレ下生の時代。幸福の科学では、ブッダ最短という言葉を使っています。仏教系諸国の人々には、とてもわかりやすい言葉だと思います。さらに、幸福の科学においては、エルカンターレという言葉も使っています。この言葉を初めて聞く人も多いでしょうが、簡単に言えば、仏教やキリスト教、イスラム教などの世界宗教をすべて束ね、精神的な柱になる使命を持った存在として、エルカンターレという存在があるのだということです。エルカンターレは、魂としては、インドに生まれた歴史上のブッダに一番近いのですが、インドのブッダを超える大きな使命を持っています。そしてエルカンターレの魂の核の部分が現代の日本に大川隆法という名で生まれて活動しているのです。それは前述した通り、2500年前に予言した最短の約束を果たすためであるということです。今、仏教国として仏教が最も広がっていて、その伝道の最終地点になっているのがこの日本です。そして日本は東洋と西洋の両方の文明を合わせ持つ国です。要するに幸福の科学は東洋と西洋の両方の文明を合わせ持ち、繁栄を享受している日本から世界の人々に仏法真理を伝えるという目的のために今活動しているのです。東海の過去二十数年間の活動は、ある意味で世の中に認められるための活動だったのかもしれません。しかし、これからは本格的に世の人々を救い、全世界の人々を救済するための活動に入っていくつもりです。4. 地の果てまでこの教えを伝えよ。方便の時代は終わりました。戦いの火蓋は切られました。すでにブッダ最短というタイトルの映画を堂々と映画館で上映したのです。こうしたことのできる宗教が他にあるでしょうか。ブッダ最短と言えるだけの自信のある宗教が他にあるでしょうか。ないはずです。幸福の科学は自信があるからそれができるのです。日本では全国の数百館で上映され、海外でも上映されましたが、それはブッダ最短の事実を認める人がそれだけ数多く出てきているということでもあります。インドで映画ブッダ最短を上映したところ、現地の新聞で日本にブッダが最短したということが報じられ、日本の人たちはそれを信じているとその記事は伝えていました。映画ブッダ最短について大きく宣伝をし、日本全国の映画館で
上映したことを海外から客観的に見れば、日本人はブッダ最短の事実を受け入れつつあるということだと思います。ただ仕事としてはまだ足りてはいないと私は思っています。今の私の思いは、不釈神明、地の果てまでも伝道あるのみということです。皆さんの力を借り、ただただ世界の果てまでこの教えを伝えたいのです。私は地球を背負っています。地球を背負うのは重いのです。皆さんもどうか手伝ってください。私は毎日重い地球を背負っているのです。少しぐらいは支えてください。皆さんの力が欲しいのです。パンフレットの一枚や本の一冊を差し上げ、映画のお誘いをすることなどは、大きな力のいることではありません。ほんの小さな力でできることです。しかし、その小さな力が、数多くの人の力となって結集したなら、大きなうねりになります。世界の人々に、今、光を届けようとしているのです。ぜひとも、宗教は、善なるものであり、広めるべきものであるという考え方を広げていきましょう。素晴らしい宗教を打ち立て、世界の人々に未来を約束しましょう。それが私たちの使命なのです。